マット・マックグラスはアメリカ合衆国の元陸上競技選手。ハンマー投げの選手として1908年ロンドンオリンピック以降4大会に出場。ストックホルムオリンピックでは金メダルを獲得。他に大会でも銀メダルを獲得した選手である。マックグラスはアイルランド出身だが後にアメリカに移民する。彼の選手時代には 身長1.82メートル、体重は112キログラムあり、その大きさと強さからアイリッシュホエールとあだなされた。マクグラスは27歳まで世界ランク7位が最高でありそれほどではなかったが、50歳まで世界ランク10位内をキープし、歴史上でも最も長持ちした選手の一人に数えられる。彼は7度全米体育協会のハンマー投げで勝利し、 重水投げでも7度勝利している。さらに2度の世界新記録を樹立している。彼のベスト記録は1911年にニューヨークで出した57.10メートルである。マクグラスがオリンピックに初出場したのは1908年のロンドン大会である。この時、非公認の世界記録保持者として参加したが、この大会でオリンピック3連覇を果たしたジョン・フラナガンの前に、 銀メダルに終わっている。1912年ストックホルムオリンピックでは圧倒的な力を見せつけ金メダルを獲得する。この大会で彼の6等のうち最も悪い記録でも2位に4.5メートルほどの差をつけ、彼の出した記録は24年間オリンピック記録として残ることとなった。1920年アントワープオリンピックでは 同じアメリカのパトリック・ライアンと共に優勝候補の一人であった。しかし競技中に膝を故障し、5位に終わる。1924年、45歳となったマクグラスはパリオリンピックに4度目の出場を果たし、銀メダルを獲得する。これはアメリカの陸上競技選手として、現在に至るまで最も年長のメダリストである。しかし、1928年アムステルダムオリンピックの 選考会で落選した。これに対し多くの抗議があり、マクグラスをアムステルダムに送るための危機になるものの申し込みがあったが、当然のことながら出場することはできなかった。ありがとうございます。